こんにちは、荒木和弘です。令和3年8月8日日曜日のショートメッセージをお送りします。オリンピックも今日で、終わりです。で、やってよかったですよね。この感染拡大とオリンピックは全く関係ないと思いますし、それ以上にオリンピックやったおかげで、みんな家に帰ってテレビ見るようになった分だけ、少なくとも人の動きは少なくなっているので、そもそもその人の動きを少なくして、それでも感染拡大が収まるのかどうかという問題もあるんですけども、ともかく、みんなオリンピック見て興奮してですね、いろんな感動を受けて、ね、精神的にも、免疫力の向上にも良かったんじゃないかなという感じが、いたします。最後まで日本選手も他の国の選手も皆さん、頑張ってもらいたい。で、終われば今度はパラが始まりますので、またそっちをですね、楽しめればというふうに思います。で、さて、今日お話しするのはこの写真に関わる話です。これ、見る人が見れば分かると思いますが、江南鉄道の大鰐線です。場所はですね、津軽大沢と義塾高校前の間です。で、何が一番話したいかっていうと、実はこの写真を お見せしようと思って気がついたんですけども、これを写したのはですね、昭和64年の1月ということです。昭和64年の1月ってのはどういうことかというと、つまり1週間で、昭和の時代が終わってしまった年ですね。で、もうこの時にの正月休みに行って撮ったのが、この写真、これで昭和が終わったということです。私昭和31年の生まれで、今日実は65歳になるんですけども、本当にいい時代でした。で、江南鉄道も、地方の私鉄としては、昔はかなり羽振りのいい私鉄でですね、もう一つの本線とでも言えるんでしょうけど、江南線の方は、一時期は5両編成の電車、朝なんかですね、走ってたりしました。今はですね、もうお客減ってしまってそうはいかないんですけども、非常にですね、活気があったと。で、私はそういう中で、自分の仕事も趣味もさせてもらったということで幸せだったなということを正直本当に思っています。こういう雪の風景の中でですね、電車をずっと待ちながら、この江南線30分に1本ぐらい走りますから、別にそんなに本数少ない方じゃないんですけど、大鰐線、30分に1本ぐらい電車走りますからそんなに少ない方じゃないんですけども、それでもですね、じっとのんびりとですね、待ちながら、ポケット瓶のウイスキーでですね、そのキャップに雪詰めて、それにウイスキー垂らして、飲むというのはある意味で言うと、この当時最高の幸せでもありました。独身時代だったんで、まだ暇だったっていうこともあります。で、そういう中で自分の趣味が続けてこれました。でも考えてみれば、その趣味をやってた頃に拉致をされてた人もいたということで、私は別にその趣味やってたことを後悔していることは全くないんですね。自分としては非常に楽しかった。ですけども、やっぱりその時にそういうことが起きてたっていうことは、私はやっぱり認識をするべきではないかなと改めて思っています。で、時々お話してますけども、自分が写真を撮りに行ったところなんかででもですね、そこでいなくなっている方というのは、結構いたと。で、この江南線も終点が中央弘前という弘前市内のちょっと外れのところにある駅なんですけども、弘前市内では今特定失踪者家族会の会長をされている、今井秀樹さんの弟さん、今井豊さんが失踪していたりとかですね、他にも特定失踪者の方がおられます。そういうものを一緒だったんだっていうことを感じる必要があったんじゃないかと。で、私でもこの趣味やった時にはそんなこと、この写真撮った頃はですね、そんなこと全然実は思ってもいませんでした。で、これは逆に
その後、拉致のことをやるようになって、一回、趣味を、中止しようと思ったことがありました。で、何度か、模型をですね、処分したりしたこともあったんですけども、でもそれやめてると、今度はまたストレス溜まって良くないということで、今普通に、やってます。で、これはですね、こういうことっていうのは、両方片方だけじゃダメなんだと思いました。模型とかこういう写真撮ったりとかですね、そういうことをやっているということと、それからやはりこの国が安全でなかったということに関わっていることっていうのは、やっぱり同時並行でなければいけなかったんだなということを改めて思ってます。ですから昭和の時代、自分が趣味やった頃にもうちょっとですね、そこのところに自分の関心を寄せていればよかったということを、今から考えると本当にですね、痛感をしている次第です。なんとか残りの人生の間にそれを取り返してですね、いかなければというふうに思っている次第でございます。こんなことで、このショートメッセージも続けてまいりまして、もう間もなく500回になります。引き続きもともかくできるところまで情報発信をしてまいりたいと思います。今後ともご協力をよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。